今日もう一度クオリオについてお話をお聞きしたいのです。ちょっとご説明をしていただけますか。クオリオは脳から意識、心が生まれるんですけど、その意識の中で感じる最も大事なものがクオリオって言って、もう意識は何かっていう謎の中心にある。でやっぱり僕ね、大学の時実は物理やってて、で物理はもう数学の世界なんですけど、それから大学のキャンパスから歩いてすぐのところに東京文化会館っていうのがあって、よく行かれると思うんです。そこで音楽聴いてると全然違うモードになって、数学の世界とこの自分が聴いてる音楽ってどう結びつくんだろうと思ってたら、それが後ほど脳科学始めたら、クオリア、音楽もいろんなクオリアありますよね。質感、バイオリンの音とか、それこそコルラトゥーラの声の質感とか、そういうものをクオリアって言うんですけど、だから僕にとって科学上の概念でもあるんですけど、なんか自分の人間としての経験を一つにまとめるものでもあるかなって思ってます。クオリアっていうのは、例えば脳科学的ではなく一般的に言うと個性みたいなものですか？なんか独特の質感、そのものしか持っていないものというか、質感ですね。例えばだからなんだろうな、音楽でいうと、例えばじゃあ「夜の女王」のアリアのメロディーにしかない感覚ってあるじゃないですか、はい、それがクオリアですね。それはだから瞬間に現れるものでもあるし、ある程度の時間をかけて感じるものでもあるし、だから音楽はクオリアの芸術だと、これはおそらくですね、多くの方が思ってることだと思うんですけどね。そのクオリアを育てるためには、例えばどういうことをすると良いですか？例えばクオリアが増えることによって変わることって何でしょう？世界の捉え方がますます豊かになっていきますよね。実際には例えばこの言い方が一番分かりやすいと思うんですけど、パウル・クレイが、チュニジアに行って日記で「私は色に目覚めた」って書いてるんですけど、私は色に目覚めた、私は画家なんだって言って、でもそれまでもパウル・クレイは当然色は知ってたはずなのに、その瞬間になんか色との向き合い方が分かったっていうんでしょうか、それがクオリアということなんですよね。僕みたいに音楽好きなんですけど、聴く方と田中さんみたいに歌う人のクオリアに対する捉え方って違うと思うんですよ。なんかそうそりゃそうでしょう。羨ましいです。そういう才能にあふれてる方ってのは。じゃあ例えばクオリアが増えることによってより芸術的感性が敏感になるっていう感じ。そうですね。そうですね。一つのコンサートでも、まあ聴衆が行って聴いてるレベルと、例えば指揮をしたり演奏してる方、歌ってる方が捉えてる細やかさっていうのは違って、でその時間の流れの中にしかそれってないじゃないですか。でその後じゃあレビューが出たとしますよね、新聞とか雑誌に。でそこでこういう演奏だったって言って、だけどそういう演奏だったっていう言葉はあるんだけど、音楽の体験自体はその時にしかないから、でその捉え方がどんどん細やかになっていくのがクオリアってことに興味を関心を持つ意味なのかなって思うんですけど、どうですか？そういうのってありますよね、歌ってらして。そうですね、どんどん細やかになっていくっていうか、やっぱり最初にやった時と何回目かでやる時とはより立体的に見えてくる。立体的。どういうことですか、それ立体的って。例えば音楽が物理、数学、そういうの科学的なものに近いって言われる一つとして、私が思うには数式化、音符化っていう紙状のものから立体にする、立体に考えるっていうことで思うと、歌の部分で、私自身の経験でいきますと、やっぱり最初の 2,3 回まではなんか薄っぺらいって言いますね、自分の中で。聞こえてる方は一緒かもしれないけど、自分の中でまだ立体面が少ないと言いますか、それがやればやるほどもっと細かいところが頭の中にできていって、最終的に完成に近づいてくればくるほどより立体的に感じるっていうことが。私はあって。面白いですよね。その立体的っていうのがとても脳科学的に面白くて、その結局音楽っていうのはそのリズムとかの知覚はこの運動性言語やのブローカーやってとこでやってるんですけど、そのなんかシンフォニーのなんだろう響き合いとかそういうのって空間的にイメージされてるっていうか、そこが頭頂葉なんですけど、頭頂葉でその音の配列っていうかその時間空間的な並び方とかそこのトーンとかそういうものがなんか一つのなんていうかパターンとして見えてる。だそれが歌われてて、だんだん精緻なモデルとして脳の中に出ていくんでしょうね。本当なんかアスリートみたいだなと思って、僕この前ロサンゼルスオリンピックの体操の男子総合で金メダルを捉えた具志堅浩二さんって今日本体育大学の学長されてるんですけど、もうびっくりするようなこと聞いちゃって、具志堅さん全盛期は言ってること分かんなかったんですけど、体操してて全部それが録画されてるって言うんですよ。なんていうの、自分のその体の動きが。で鉄棒のここはこれぐらい速かったとか遅かったとかが後で再生できるとか言うんですよね。でそれがまさに立体的になんか自分の体の動きとかを捉えるってことで、なんかそういうのあるんじゃないですか、そういう自分の歌ってるのが再生できるとか。まあその再生とまではいかないかもしれないですけど、常にこう記憶、いい意味でも悪い意味でも。記憶してるんですか。する部分はあると思います。各その演奏会であるいはオペラでの舞台の、この時はこうだったっていうのは。そうですね。大体なんとなくは記憶してると思います。だからその良い記憶も悪い記憶もです。一度悪い記憶ができてしまうと、その記憶を今度消すためにより努力が必要になってしまう。ので、まあ、良くも悪くもっていう点ではあるんですけど、例えば自分が何とも思ってなかった部分を本番急に失敗しそうになったりしたら、それが記憶として残ってしまうんじゃないですか。でそれが数年経っても覚えていて、あ、そうだ、ここがこうでこうした、あの時こうしてこうだったからこうなったっていう、そういう記憶っていうのはありますけど。それが具志堅さんまでの再生能力まで到達しているかはちょっとわからないんですけれど、なんか具志堅さん言ってたの信じられないのは、そのロサンゼルスオリンピックの会場に向かうバスの中であらかじめ演技がもうなんていうの全部分かってて、はい、なるほど。で最後まで再生し終わったら自分が金メダル取ってたイメージしかなくてその通りになったとか、わけわかんないこと言ってるんですよ。そういうことあるんですか。ああってあるんですね。それやっぱり皆さんされますよね。皆さんしないです。皆さんしないです。何言ってるかわかんないです。田中さんもあるんですね。でもないですないです。やっぱあるんだ。演奏会の時にこう歌ってっていうのが全部なんか理想ですよ。もちろんその通り。いやいや、そうなんですよ。その理想のシミュレーションがあるんですね。シミュレーションがきちんとできた時はやっぱりうまくいきます。もうやっぱり頂上の世界ですよそれ。普通ね、だからマインドトレーニングとか言うと、メンタルトレーニングとか言うと気持ちの問題だって思う方が多いんですよ。そのこういうポジティブな思いで向き合おうとか。でもそうじゃなくて、今おっしゃってるのはあれでしょ、もうここはこう歌ってこういうこうだみたいなイメージがもうあるわけでしょ。そこが私は難しい微妙なところだと思うんですけど、例えば演奏するときにこの場面はこうしてこの場面はこうしてって考えすぎてもよくなくて、なるほど、それは自然に出る感情じゃなくなってしまうんじゃないですか。でも例えば舞台に行くまでの一歩一歩を想像して、っていうのはあるんですけど、その演奏自体をこうしてこうしてこうしてっていうのはもちろんあっても、感情面をそこに持ってきてはいけないっていうそのバランスが、感情面までコントロールしようとするとやっぱり失敗しちゃうことがあって、それはやっぱり脳的に考えると面白いなと思うんです。そのメンタルな部分でもこの考えてはいけない部分と考えるべき部分っていうのはどういうふうに脳の中でこう動いてるの。面白いですね。だから運動制御に関わることは全般的に意識しない方がいいと言われてるんですよ。そうすると意識するとぎこちなくなっちゃうんで。で感情について言うとホックシールドっていう人がですね、最近感情労働ってことを言ってて、例えばフライトアテンダントの方がちょっと面倒くさいお客さんがいらしてもいつもにこやかに対応されるじゃないですか。ああいうのそのイモーショナルレイバー、感情労働っていうんですけど、感情労働ってでもおそらく歌手の方ってあると思うんですよ。そのここは例えばじゃあデュエットでこの歌手そんなに本当は好きでもないんだけどちょっと恋愛のシーンやんなくちゃいけないんで、そういう時にやっぱりあたかも恋愛してるかのようなことされるわけですよね、役割として。そういうのが感情労働なんですけど、でもそこもやっぱりコントロールしようとしすぎるとなんか不自然になっちゃうんで、ほらフライトアテンダントの方が本当になんか無理してやってるっていうときっとお客さんに分かっちゃうじゃないですか。であたかも自然にやってるかのようにされるのがそのイモーショナルレイバーのポイントだって言われてるんですけど、それやっぱりそういうことですよね。なんかそうなのかもしれません。はい、その考えすぎないけれども考えるっていうその難しい塩梅が脳のもしかしたら使っている部分がそもそも違うのかなと思います。だから僕本当に最近オペラとかでも演技まで全部求められるから歌手大変ですよね。歌うのも当然だけど。そうですね。でも最近の風潮で言いますとその、自由にさせてくれる監督が増えた気がします。前は今ここにこう行ってこのタイミングで水を取って右手に持ち替えて渡すとか。最近はある程度の指示はあるけれども。こっちの手でこう言ってもいいし、こうして自分が飲んでから渡してもいいし、それはさ、自由度、それだけの大スターになったことでしょ。そんなことないですね。マリア・カラスにそういうこと言わないですからね。だってマリアちょっとこうしてて、いや私そんなの無理みたいな。だっていきなりだって飛行機で来て、はいやりますっていうからそこまでだからもうそういうね歌姫になったからそういう指示が来なくなった。私だけじゃなくてみんなに自由を求めると言いますか。それなんでなんですかね。多分やっぱりリアリスティックになったんじゃないですか。ああ、お客さんが求めるものもそうだしってことですか。で逆にでもそうなるとお任せってことになるわけだから大変ですよね。解釈はお任せしますってことでしょ。それが苦手な方は大変です。私はなんか求められれば求められる得意なんですよ。ロボットみたいになるんで、こう読めって言われたらロボットみたいになっちゃう。自由に話せると話すんですけど、でもそれなんかすごくアクターズスクールだったかな、ニューヨークのそのロバート・デ・ニーロとか出た、はい、あそこの演劇理論ってやっぱり生活全部がもうその後ね準備というか、うん、だからそのなんか普段どういう意識で生活してるかってこと全部その最終的に演技につながっていくっていうのが、うん、そのアクターズスクールらしいんですけど、やっぱりそういう意識あるんですか。あります。あるんだ。すごい。でも癖でありませんか。あ、今脳がみたいな。いや俺はね、あるんですけど、俺はオフの時はもう本当オフってますからこうやって。オフの時はどうされてるんですか。一応オフの時はあるんですか。もう常にオフだし常にオンみたいな感じ。あ、そういう境地になってるんだ。すごいな。